山旅人の、堀幸です。いつもありがとうございます。今日は、どうしても紹介したいコースがあったので、動画撮りをしてみました。槍沢で、ステイする、槍ヶ岳の絶景氷河公園っていうツアーを作ったのでご紹介させていただきます。皆さん行ったことありますかね、槍ヶ岳。まあ、ある方もない方もいらっしゃるかと思うんですけど、槍ヶ岳に登る途中に、まあ、寄り道して、行ったりする天狗池っていうところがあって、氷河公園と呼ばれるところなんですが、雪解けの頃なんで、まあ、秋、夏の終わりぐらいから、あそこには雪が溶けて池ができて、でそれが槍ヶ岳を映すという、非常に綺麗な、まあ、景勝地ですね。そういう場所です。ただ、まあ、ほとんどの場合が、キレット縦走したりとか、まあ、穂高川に行ったり、まあ、槍ヶ岳に行ったりするときに、寄り道したり、通過点であったり、っていうような場所なんですけども、今回はそこが目的地っていうツアーを作りました。槍沢ロッジっていう山小屋に、2連泊して、でその間の日を使って日帰りで氷河公園を遊びに行くということですね。時間もたっぷりありますし、9月の中旬っていうと山がすごい静かな時期なんで、まあ、人の少ない山で、でしかもこの時期って結構晴天率高いので、青空と槍ヶ岳とその池に映る景色を眺めながらコーヒーを飲むという、そういう贅沢をしに行きませんかというようなプランです。ポイントは、まあ、槍沢ロッジ2連泊するんですけど、大阪から行っていきなりっていうんじゃなくて、サワンドで上高地サワンドで1泊して、それから次の日ゆっくりかけて槍沢ロッジ、もう昼過ぎには着きますけどね、ゆっくりかけて槍沢ロッジ行って、でそこで2連泊して、でしかも降りてからもう1回泊まるので、かなり毎日時間に余裕のある工程を組んでます。そこが、まあ、一つポイントで、でもう一つはアルプスの雰囲気をもうしっかりと満喫できる、まあ、稜線にこそ出ないんですけど、穂高とか槍ヶ岳とか、すごい景色を眺めながら、アルプスの、景色をだから、1、2、3日間ですよね、上高地入って上高地出るまで3日間、楽しめるというのが、2つ目の大きなポイントかなと思います。それと、まあ、これは、山小屋にしては珍しい槍沢ロッジお風呂がありますので、お風呂があって、しかも今年はやっぱりコロナのこともあって、完全予約制の、しかも定員も半分ぐらいに減らしてということなんで、ゆっくりと泊まれる山小屋に2連泊で、下はサワンドの温泉でシルフレーさんっていうんですけど、料理は美味しいし、お風呂も、温泉でいいし、すごく清潔ですね。そういうところに、泊まっていただいて、で、のんびり過ごしていただくっていう、ちょっと贅沢な感じの、ツアーを作ってみました。ぜひお越しいただけたらと思います。お待ちしてます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。